佐岡西は中国の古本屋と中央航空運輸会社の副社長である。名は、鎮魂、恵比寿平、字は、岡西。古今局、少々もずくが得意なので、佐少々と称される。佐岡西は1期から4期の全国人民、代表大会代表。佐岡西の出身は、後世お寒水す口鎮の来る池村。幼少の頃より古事を習った。 1919年頃から、遠大海軍学校、航空学校で勉強し、1925年、中国共産党に入党した。1930年代、今部こと社を結成。第二次世界大戦後の1945年、彼は、アメリカの大学と図書館で古ごとの講座を開設し、アメリカ議会図書館に保存された、上木皮膚、ノー,ーン大全を副社して、 中国に持ち帰った。1949年、周恩来の移植で香港に良好事件を発起した。1954年、北京において北京古巾研究会を結成した。1958年には中国の歌劇団とともに日本で来日公演を行った。また同年、有美古巾局部一覧を出版した。 1949年からは中国音楽家協会の副会長を務め、1950年代を通じて全国の古事屋を取材し、86人262種の金曲を録音した。彼は他の古事屋を大学の教師に推薦し、自らも中央音楽学院民楽系の主任となり、更新の指導に当たった。1961年より、 金極修正を編纂し始めたが、文化大革命のために金極修正の完成は死後の2010年まで出版されることはなかった。ありがとうございます。